大学くらいはね、昨日もね、1年に1回くらいしかやらないと思われる、なんか普通に、リプライじゃなくて、エゴサして引っかかったツイートにリプライを僕が送るっていうのやったんだけど、今までね、あんまりやったことないんですよ、そういうこと。実は、ホロライブデビューしてから、なんかこう、緊急的なツイート？例えばなんか、おかゆんこれ忘れてるよ、みたいなのがあれば、まあそれにああ教えてくれてありがとうみたいな風なリプライを飛ばすことはあるんだけど、なんかそれ以外でなんか連絡を送ることって本当になくて僕。なんで多分今年はもうあれで終わりだと思います。そういう緊急的なこと以外はね。そうなんですよ。まあでも、エゴサして見かけてる時には見てるんで、僕にリプはされてなくても心でリプライを送ってることはよくありますよ、みんなに。そう、みんなはね、知らないと思うけど、心でみんなにリプ送ってることめっちゃ多いから、本当に。そうだよ。そうなんだよ。みんなね、受信してくれてる僕の心のリプライ。もうめっちゃ送ってる。そうだよ。そうだよ。ほら、みんな気づいてなかったんだ。僕めちゃめちゃね、心でリプライを送ってることがね、すごく多かったのに。そうだよ。そうだよ。ちゃんとね、心の目で僕を見てください。ね。通知オフだったかも。オンにしといて。そうだよ。目に見えることだけを信じないでみんな。無茶言うなっていうね。内心ね、内心リプライをね、送ってることは多いですよ、本当に。おかゆのこういうところが好きで、こういうところも好きなんだよね、みたいなのを書いてるの見かけると、好きってね、リプ送ってるんだよ、よく。心の。そうだよ。目に見えるものだけを信じないでみんな。そうだよ。想像してちゃんと。常にから、下手なことつぶやけんな。別にいいよ、下手なことつぶやいても。わかんない。下手なことの類にもよるけどね。ね、動画行きすぎるようだったら確かに書かない方がいいかもね。ねえ。